西田司は、日本の政治家。一回は肖像くらい、勲章は、勲一等局実大受章。大須氏名誉市民。自治大臣、国家公安委員会委員長、国土庁長官、衆議院議員、愛媛県北郡長浜町長等を歴任した。愛媛県北郡町浜町生まれ、愛媛県立松山農業学校卒業後、長浜町議会議員に当選。 長議会議長を経て、1963年に、県内最年少で町長に選出され、3期12年、務める。1976年、第34回衆議院議員総選挙に、高橋英吉の地盤を継承し、旧愛媛3区から無所属で出馬。得票数2位で、初当選した。当選後、自由民主党に入党し、木曜クラブに入会。1980年の、 第36回衆議院議員総選挙では、時点で落選するも、1983年の第37回衆議院議員総選挙では、トップ当選で返り咲いた。1990年、第2次、海府改造内閣で、国土庁長官に任命され、初入閣した。同年に発生した雲前不言岳の噴火災害では三度現地入りし、 伊勢湾台風災害での当時の村上勇、建設省以来、32年ぶりに、衆参両院で、災害報告演説を行う。1992年の形成会分裂に際しては、小渕恵三を支持した。1996年の第41回衆議院議員総選挙では、小選挙区比例代表並立制の導入に伴い、比例四国ブロック単独で、立候補し、 7000。1998年、形成会時代からの名優、野中広夢が、内閣官房長官を務める小渕内閣で、自治大臣及び国家公安委員会委員長に任命されるが、翌年1月、自由党の政権参加に伴い、自由党幹事長の野田武氏に、大臣ポストを譲り、退任した。1999年の愛媛県知事選挙では、 元文部官僚の加藤森幸の擁立を主導し、加藤は四千を目指した現職の伊賀ただし、幸知事を破り、初当選する。加藤県政の下では、高速道路の南予延伸に取り組んだ。2000年、第二次、森内閣で、再び自治大臣、国家公安委員会委員長に任命される。2002年、君一等局実大受賞を受賞。 2003年のイラク復興支援特別措置法の採決では、記名投票を求めるも当時の小泉、純一郎首相に却下された、野中、小釜誠らに同調し、投票を棄権して退席した。同年、衆議院比例代表の73歳定年制に、従い第43回衆議院議員総選挙に出馬せず、政界を引退した。2005年に、健康労働省受賞。 2008年には、大須市から、名誉市民の称号を授与された。2014年5月9日、肺炎のため85歳で死去。7月12日、大須市主催による、大須市名誉市民湖西田司氏大須市総が、大須市民会館で執り行われた。ありがとうございます。